はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションクロスレイズ、前回シードのステージ3をクリアして結構きつくてですね、次燃える砂塵アンドリュー・バルトフェルとかここも大変そうだから、とりあえず1ステージ目のクリアできそうなところをちょっと、稼ぎも兼ねてやっていこうと思います。多分 G ユニットはいけるでしょう。でエンドレスワルツも1話は多分大丈夫、2話は多分相当きついと思うけど、でシードやってアストレイも1話やって、 X アストレイってどうなの、ちょっとこっからこうやってつながっていくんだったらきつそうだよね。だからシードディスティニーの1話は多分大変だからちょっとやめて、スターゲイザーもどうなんだろう、1話と2話しかないけど、で2話は多分こういうの大変そうだから1話だけだよね。でこのこれなんていうの、ダブル O2 え、なんか分かんないけど、これ全然分かんないけど、アリアルサーセッシュがいるね。まあどうするかは考えて、鉄血のディフェンスも月光に続く感じなのかな、だったらちょっと一旦置いときたいんで、まずはちょっと G ユニットやっていきましょう。双子座という名のモビルスーツいきます。統率力に反射忍耐、まあ結構いいの持ってんな大丈夫か、アフターコロニー195年、地球上に現れた5機のガンダムによる襲撃とそれに対抗する地球圏統一連合との攻防は、大局の混乱に乗じた軍事秘密結社オズの台頭を招く結果となった。歴史の表舞台に躍り出たオズは続けて宇宙にも進出、上層部崩壊後も支配権を強めていた連合宇宙軍を壊滅し、地球と宇宙の平和維持組織としてコロニーの解放を唱える。時代が大きな転換期を迎える中、宇宙の片隅では新たな火蓋が切られようとしていた。資源衛星 MO5、 5つのコロニー軌道集落群に属さない人口10万人程度の工業都市コロニーである。このコロニーで秘密裏に行われていた新型モビルスーツの開発はすでに実戦と同等の模擬戦が行える段階に達していた。Gユニット、究極の汎用機を目指したこの機体の情報が外に流出したことで、 MO5 もまた時代の荒波に飲み込まれることとなる。 G ユニット1号機ジェミナス01とそのテストパイロットアディン・バーネット、激動の歴史に埋もれたもう一つの戦い、ガンダムと少年たちの戦いが今始まる。ジェミナスという名のモビルスーツ、PX システム起動。 PX モード、こんにゃろ、
死んだな。くそ。じゃあ最初のイベント戦、リーオ撃破5体内で、なんか普通に行くだけじゃない、これ岩突っ込めないのかな、回る感じか、射程に入るな、射程に入るんだったらちょっと撃っとこう。そっちがその気なら遠慮はしないぜ。4500、5ターンあるってことはこの次はちょっと攻撃できなそうだな。このまま追っかけていって5ターン間に合うか。2ターン回避、当たれ。まあ多分ゲットゲージはためらんないだろうな、ステージ数が少ないから。宇宙の民は自由であるべきなのです。今まで地球圏統一連合はあなた方を抑圧してきました。でもその時代も終わりを迎えたのです。宇宙に住む人々も自由に暮らせる時代が来たのです。そのために我々は力をお貸しします。さあ
参りましょう。我々平和維持機関オズと共に。戦力はこれだけか。だったらまあまあまあ。で出れるの多分4機だよね。1ステージ目だから十分だ。
ブルムと交戦、オデルがブルムと交戦。これさ勝手に動く、まあ、じゃあ先にパパパと行っちゃいますか。これなんか敵のターンでなるのもちょっと嫌なんだよな。まあいいか、 BO くらい破壊しておいた方がいいかな。ミサイル撃っといて、敵の数は減らしておく。ちょっとでもどうなんだ、ジミナス02シャトルなんか守んなきゃいけなそうだからな。どうなんだ、01はここで出てこないのか。ゲットゲージ結局ためらんなかったら意味ないしな。まあでもやだけやるか。シャトルが結構やべえかな。とりあえず上のやつらは減らしてやるから3体倒すか。結構たまるな。とはいえちょっとシャトルの安全が最優先だからな。あ、こんなもんでいいや。じゃあ倒せるやつから倒して、バイエイとかマジで射程広いからな。支援受けられるところから、キャリーベースだいぶ減っちゃったかな。ビームライフルでいいか。BO くらいだったらね全然良い。もうさっきの戦いとさっき物量が違ったからな、マジで。そう、何機かねエネルギータンクみたいなのつけた、なんか2、3個余ってたから。基本的にはでもウィング勢につけたから。バイエイトはちょっと減ってんな。ギリギリっぽかった。で、やっぱこいつは始末しとこう。上のやつは大丈夫そうかな。下のやつは確実にやっとかないとな。支援受ければいけんじゃないか。OK。出しておくかどうすっか。とりあえず行くか。逃げろ。これあれだな、もう一発撃てんな。4700当たるよね。よし。でこいつ全然来ないけど大丈夫か。戦闘させとく。一回味方のターンでやっぱりイベントを起こしておきたいかな。なるべく離れよう。防御、いや防御でいいや。これ以上 MO5 には近づけさせない。スターダストナイツの力を見せてやる。射程外ってことか。
せっかくゲージ貯めたのに。一回下がろう。よかった、自分のターンでやっておいて。解凍して一応前期どうだろうな、なんかもう水着出てくるとき別の機体になってそうだったな。 PX モード搭載みたいな感じで。ま、一旦ちょっといつもの陣形を組むか。では見せてやろう、オペレーションメテオのガンダムの実力を。ヒーロー頼む。もうヒーローに頼りきりだからな。でこっちもちょっと合流させるか。ヒットポイントが減ってんな。2体だけくっつけよう。よし、オッケーかな、とりあえず。で、減らしたんだけど、3500はさすがにいけるっしょ。ぶん殴っとこう。うんうん、いい火力。で、どんぐらい溜まる？よくわからん。よくわからんけど、減らしておこう。食らった。で、殴って。下の利用は一旦無視。あとこいつを倒したい。回復できるフェニックスガンダムで狙うか。狙えるだけ狙おう。まあ所詮は DO だからな。でこれだと 100% になるのか。 OKOK いいじゃないか。まあちょっと機体としてはそんなに強くないけど、あ、 PX システムあるじゃん。ちょ、なんだかよくわかんないけど、反応値プラス60、いいな。 PX システムがでも使えないんだな。でもアクセラレートライフル射程5あるからね。射程5はでかいよな、今のうちらの機体にとっては。ちょっと上に固まろう。ちょっとただこいつは前面に出す。でちょっとカトルは射程が短いからこっちに置いておいて、エビアンズとウィングでなんとかしよう。で反撃で減らして、あとは狩る。よし、このパターンだな。みんなカトルを狙ってきて、あんまり思ったほど反撃できなかったんだけど、まあいいや、倒せるやつから倒しとこう。そしてカトルも結構減っちゃったかな、ヒットポイントが。あ、しまった、こいつちげえ。一回下げよう。いや、めんどくせえことになったな。で下もだいぶ減ってはきてるから、ゲージ最優先だからな、ここは。敵がマジで寄ってきてる。まあ、あと倒すだけで、上2体倒すでしょ。エネルギーはビームライフルピッてる限り3回分は溜まるわ。ギリギリ溜まりそうだな。名前のより3人でどれだけ溜まるかだよな。でこいついけそうだな。5800、今超強気だからね。ちょっと やっときたい。私はオズプライズのロシナトゥーノ、お前はスターダストナイツの獲物だ。何をざけんなよ。6800、まあまあまあ、唐突に。おお、めちゃくちゃ上がった。よし、いけそうだな。
クールダウンしてしまった。またちょっとここの3体を倒すか。このステージはまあまあまあ、もうあとこの作業だけだからな。でこいつは結構死にそうだから、テンション上がったら倒す。どうなんだろう、2700かいけんな。ここにではさ、アディ狙ってくんないかな。いけ、貴様の負けだ。跡形もなく葬り去ってあげましょう。俺は負けない。俺は G ユニットのパイロットだからな。もらった。G ユニットの火力、甘く見るなよ。死ぬのです。クソ、かわされた。まあ大丈夫かな。じゃあ今度こそまずこいつ倒して、でこっちのザコも倒して、どうなんかギリギリたまんなそうな気もするけど、こいつのビームライフってすごかったよね。普通のビームライフではない。おい、行く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 前期倒してぴったりくらいか。ではまた71回避か。接近するとどうだ。98いける。逃がすかよ。俺は兄さんを超える。我がオズプライズはデルマイ遺構の名のもとに。フェニックスゼロとかよりはマシだろ、こっちの方が。よし、ゲットゲージ止まった。ジェミナス01で本当はねこれ多分鍛えていけばねどんどん開発できると思うんだけど、開発できないからね。地上適正、まあ見るだけ見とこう。てか作るだけ作っとこう、忘れないように。ジェミナス01どこにいる。あ、結構いいところにいるな。バイエイトよりはてか高え。サンドロックとかより全然高えじゃん。でこいつガンダリウム、あ、ガンダリウム合金ついてるわ。もう初期はねガンダリウム合金マジ役立つからね、防御面において。でこれはね余ってるはず、ジャックパーツはとつけとこう。じゃああとはこれが余ってんだよな。 3% 軽減とかあんま意味なさそうだけど、まあ、とりあえずこれで大丈夫でしょう。スカウトしとく。どこだ。アディンガーレットあんまり強くなさそうだけど、
38,000円か。ちょっとだいぶ期待が良くなってきたからな。ちょっと PX じゃなくてジェミナス01はここに置こう。でフェニックスゼロ、あ、メガビームキャノンでも6あんのか、射程が。じゃあこっちの方がいいかな。であと変えたいの、トルネードガンダムはもうマジで変えたい。01を6あんのか、6あんのはいいな。射程に関しては申し分ないね。トルネードとマグアナクだったらどっちが強いの。あんま変わんねえ、マグアナクだとちょっとあれか。射程5あるのか、拡散ビーム砲は。まあ、まだ多分4人しか出れないから置いとくだけ置いとこう。よし、 OK、 だいぶ戦力整ってきたな。1話ベースだったら全然やっていける。で今回ジェミナス01手に入ったらかなりでかいな。だいぶ戦力の増強になった、まあ、金が減っていく一方だけど。というところで、じゃあ今回はここで終了したいと思います。まあ、ちょっとね、あの1話系をやって戦力増強してから、話を進めていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。